はい、今日はですね、吸水性スポンジを使い終わった後ということで、初心者はどうしたらいいかなという方の、よく聞かれることなんですが、このようにスポンジからお花を抜いた後、このような穴の状態になっています。こちらを捨ててしまうのはもったいないなということで、ベランダに干してもう一度使おうとしますと、もう一度一旦乾燥してしまいますと、もう一度お水を吸わないようにできていますので、この場合どうしたらいいかということなんですが、こちらから出していただきまして、スポンジ上の面だけ穴が開いていますが、横、横、下、横、横なども、使えますので、こちらをですね、じゃあ保存しておきましょうというときに、この穴の開いてしまったところ、または植物が入って汚くなってしまっているところをこう切っていただいてですね、ちょっとまだ穴開いていますが、汚いところは絞って捨てていただきまして、使えそうなところをこんな感じで、切り落としておいていただきまして、まあまあ使えるかなという部分のところの、ゴミとかを払っていただきまして、一旦お水で洗っていただきます。そして、こちらは分かりやすいように透明の入れ物になっていますが、バケツでも何でも結構ですので、この中に、キッチンハイターでもキッチンブリーチでも、漂白できるものであれば良いと思います。こういったものをですね、ドドドッと入れてしまうとあれですので、本当に 1,2 滴、一旦ちょっとキャップに取りまして、このぐらいの水の量でしたら 1,2 滴、入れていただきまして、ちょっとあとは戻しさせていただきます。で、この中にですね、こちらを濡らしたままで保存しておいていただきますと、カビが生えずにもう一度使えるということになります。このようにして保存していただけると良いかと思います。じゃあ今度こちらの、このような保存しておいた後、じゃあこの小さくなってしまったのはどうやって使うかということなんですが、今のように、暑い夏の場合には、これは分かりやすいように透明のガラスにしてありますが、これが見えない器だったとします。そうしましたらば、このぐらいのちょっと小さめに切りましたスポンジを底の方に、下の方に、ちょっとこれじゃ小さいですかね、このぐらいの高さあっていいかと思いますが、スポンジを入れていただきまして、この上はお水、全部お水にしておいていただきまして、また少しハイターを入れたような水にしておきまして、そして剣山的な役割としてスポンジを使っていただくとお花持ちが良いかと思います。ということで、スポンジも何度か切りながら使っていただき、楽しいデザインを作っていただけたらと思います。